編は高崎ビジネスホテル店探検記全ページ詳細解説、あの映画のオーディオコメンタリー、あれ私見るの好きなんですけど、そういうオーディオコメンタリーみたいに全ページを一緒に見ながら、私があの作った時に使ったそのイラストレーターのデータをみんなで見ながら、あの私が解説をしていくというのが A 面です。なのでまだ読んだことがない人でもあの読みますので、そこでみんなで、はい、なので楽しんでいただけると思います。主な内容は、まあ、この字に書ききれなかった思い出や情報の補足、そうなんですよね。あんなにいっぱいすごい量の文字が書いてあるんですけど、でもやっぱり収めなきゃいけないので、文字の中にこれだけ喋る人ですから思ってることはいっぱいあるわけですよね。だから実はこんなこともあったよとか、実は書けなかったけどこんなことあったよとか、そういうこともありますので、そういう補足をします。あとは最新情報ですね。最近私が泊まったホテルとかもありますので、そういう情報を、最新情報をお伝えしたいと思います。情報新聞さんに掲載取材していただいた時に、私の大好きなパークイン高崎さんと、私の大好きな、もう本当にお世話になった鈴屋さんの方にお話を聞かせてもらったので、そういう話とかもしたいなと思っています。